友人マールシューメーカーは、アメリカ合衆国の天文学者、惑星科学者、カリフォルニア州、ロサンゼルス出身、ジーン、ジーンの愛称で知られた。プリンストン大学卒業後、クレーターに関する研究を行い、エドワード・チャオと共にバリンジャー・クレーター、ネルトリンガー・リースから、コーサイトとスティショバイトを発見。これらが隕石の衝突によって形成されたと、 初めて科学的に立証した。アポロ計画に参加して、月の地形図を作成する一方、月の地質調査を行うことを目標に、宇宙飛行士としての訓練を受けたが、アジソン病のため断念。1969年にカリフォルニア工科大学の教職につき、後の発見をもたらした、小惑星の組織的な創作を開始した。その後、 妻キャロラインシューメーカーとデビッド・レビと共に数多くの小惑星、彗星を発見した。特にシューメーカー・レビ第9彗星は木星に衝突したことで有名となった。1997年、オーストラリア・アリス・スプリングス付近でクレーターの調査中に交通事故で急成した。後年、友人シューメーカーの遺体の一部はルナープロスペクターに搭載され、 月面を歩くことだった彼の夢を叶えるべく月に送られている。小惑星探査機 NER a はエロスに着陸後、彼に潮位を表して NER a シューメーカーと改名し、同期の着陸地点はシューメーカークレーターと命名された。また、オーストラリアにあるクレーターと月のクレーター、同僚のエレノア・ヘディンが発見した小惑星シューメーカーにも名を残している。 ありがとうございます。